いやいや、皆さんお待たせしちゃいました。内藤です。もっとずーっと前に来ようよ、せっかくなんで。ついでにさ、勝山さん、もう一つわがまま言っていい？そこが狭いんで、これがもうちょっとずーっとこっち寄るかな。わかりました。そうするとそこをもっと入れるんで。はい、タイヤを手前に、これだけ持ってます。あ、すいません。はい、そうそうそう、もうちょい行ってくるね。はい、そんなもんじゃない。すいません。いえいえ、そうするとね、皆さんその辺まで入れるんですね。はい、いや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 、せっかくだからこれをロッドもさ、ちょっとこっちを動かしていい？そしたらこれをさ、ここに動かさせてください。そうするとそこに入れるんで。よいしょ。そこブロックしちゃってごめんね。そう、ここ入れるじゃん。ね。噛みつかないから前に来て大丈夫よ。いや、僕ね、自分の釣りの原点考えると、飯塚ってすごい特別な街なの、僕にとって。ものすごい自分で嬉しいんだけど、僕今こう、ヒロイズムの釣り竿とか出させていただいてるでしょ？これをね、世の中に出させていただいて、一番最初のロッドをお店に出荷で送り出してた時に、最初に入れてくれたお店が九州で2店舗あったんです。一つがここ、熊谷さん。もう一つが博多のフィッシングワールドっていう博多駅前店っていうのがあったんだけど、今なくなっちゃいましたけどね。今キャスティングになって他にちょっと映っちゃったけど、この二つだけだったんです。で、その中で僕が最初に来た時からここはね、ものすごい盛り上がって人がいっぱい来てくれたの。で、子供たちも当時のね、当時は子供たちだったけど、今はもうみんな大きくなっちゃったと思うんですけど、ほんとね、ここは温かく、ヒロさん、ヒロさんつって来てくれた人が多かったんで、僕にとっても特別な場所なんですね。自分で夢を追っかけて、ずーっと走り続けてきたら、気がついたら、熊谷さんそういえば最近行ってないなと思ったらば、20年ぐらい来てないんですよ。さっき坂本さんに23年間来てませんって言われて、うわ、そうだったんだ。申し訳なくなっちゃうぐらい前になっちゃったんだけれども、今回ね、スミスさんの方からヒロさん、熊谷さんでイベントお願いしますって言われた時にね、ものすごい嬉しかった。なので皆さん、本当にいつもありがとうございます。ちなみに、僕がいろんな釣りの話をする前に、せっかくなんで皆さんから聞いときたいっていうことあれば、何なりと聞いてください。なんかある？誰もないの？何も。じゃあ、当時と比べると、どうぞ。はい。大好きでやりますよ。例えば日本だと、日本じゃない、アメリカだと、フロリダはアカメ科の魚の中で、細アカメ属のスヌークって魚がいるんですね。で、この魚はすごく面白くて、世界にアカメ科の魚って、大別すると3つしかいないんですよ。アフリカにいるナイルパーチ。極端にでかくなるんですね。それから、オセアニア諸島って言って、オーストラリアから、インドの右半分からずーっとオーストラリアまで。それから上に上がってくると日本。実は四国のアカメが今別種に認定されてるけれども、昔はバラマンデの亜種と言われてたんですね。で、これが一括り大きく分けると、アカメの二つ目だった。三つ目が南米北米大陸にいるスヌーク。ただこのスヌークってのは実際は細アカメ属なんで、属がちょっと違うんだけど、種が。でもね、大別すると世界にはこの3種類しかいないんだよ。フロリダは幸いなことにすごくゲームフィッシュの数が多いんです。だから僕はフロリダにいるともちろん正直にバスが一番好き。だけど、キャスティングで狙える魚はかなり僕はやります。海の魚も。トローリングは正直あんまり興味がないの。でもキャスティングで狙える魚っていうのは大好きでやりますね。
まあ、それ以上話していくとどんどん長くなっちゃうから、やります。丸にするけど。他何か聞きたいことあります？みんな遠慮深いね。おお、それすごいいい質問。なぜかっていうと、さっき僕自慢げに人に見せた動画があるんですけど、今年のね、4月の半ばぐらいかな。もうフロリダはね、トップウォーターもう全盛期というぐらいもうバンバンに出る条件揃ってたんで、久々にキシミリバーって、あのキシミっていう水系の奥ちょびに流れる大きな川があるんだけど、そこにフロッグをやりに行ったの。第1投目よ。その日の第1投目にドーンと出て、その魚がこうやってジャンプして上がってきたの。お、間違いなくテンパンだと思ったわけ。65完全に超えてたんだよ。で、パッて見たら、フロッグが上顎にこうやってしっかりかかってたから、もう絶対これはもう僕のものと思ってた。絶対逃げらんないよ、この位置じゃと思ってて、もう余裕でこうやってファイトしてたわけ。そしたらその魚がボートの下にこうやって突っ込んだわけ。おー、いい引きするじゃんって言うんで、片膝をついて、ね、こうやって巻いてたわけ。で、耐えてたの。ただドラゴを出しながらグーッと入っていくから、おー、頑張ってんねーって言ったら次の瞬間、スコーンって軽くなったの。嘘ーと思ったら、しっかりかかってるはずの服が出てきちゃった。第1投目のキャストじゃない。悔しくて悔しくてね。その日ももちろん その後ずっと狙ったのよ。結果として出なかった。次の日、もうね、夜中、目が覚めて、うん、あそこもう一回行くぞって言ったわけ。それで釣ってたら、もうね、通常だったら嬉しいサイズがいっぱい出たの。57とかね、57、8ぐらいまでは出てたんで。だけど、釣り上げるじゃない。お前じゃないんだよって返してね。これでまたその翌日も行っちゃったわけ。7日間通っちゃったんでね。あれは悔しくてね、散々通いました。個人的にはね、8日目も戻りたかったんだけど、だけどね、他に日本に来ることも考えて、いろんなことをやらなきゃいけなかったんで、しょうがなくて諦めたんですけど、僕の釣りを知ってる皆さんは多分ね、納得しちゃうと思うんだけど、僕はね、釣れる釣り方がすごいとは思ってないんですね。それよりかは、なぜ皆さんがその釣りをやりたいか。となると、俺はこれで釣りたいんだっていう人にとっては、その道具を使い切ることが楽しみにつながってくる。例えば極端なこと言ったらさ、皆さんは釣り人とアングラーっていう言葉の違いがどこにあるか知ってる？おそらくね、辞書で調べちゃうと釣り人もアングラーも一緒じゃんってなる。だけどそこにはね、一つだけ大きな違いがあるっていうのを僕にずーっと話し続けた人が、コットンコーデルっていう会社の社長だった。その人の定義による釣り人とアングラーの違いっていうのは、釣り人はね、理由はどうでもいいの。例えば、これが今釣れてるよっていう情報を手に入れると、これを買ってきて、何も考えずにこれを投げるわけ。おお、やっぱ釣れるねって言って、それで喜ぶ人が釣り人だってこと。アングラーは、なぜこれが釣れてるのって、その理由を考えたがる人なんだ。で、それを考えると、なぜこれがいいんだっていうのを考えると、だったらば、こういう使い方もいいんじゃないの。だったらば、このルアーでこうやってやってもいいんじゃないのっていうのを考えるのがアングラーなんだ。そうすると、そこから何が違ってくるかっていうと、最後の段階で、自分でかけた魚を寄せてきてこうやって取るじゃない。その時に、あ、ラッキーって思うのか、いやいや、お前なんだよ、俺が会いたいのはっていうね。そう思い切れるかの違いだっていうんですね。で、僕は皆さんにも、昔から伝えてきてたつもりなんですけれども、僕はね、1985年ぐらい、ヒロイズムという言葉を作り出したんですね。これは造語です。そんな言葉はどこにもない。まだ誰も使ってなかった頃。オフトという会社と話をしてて、僕の釣りのバス釣りに対するこだわり、それをヒロイズムという言葉でくくろうよっつって、なぜヒロイズムはこんなことするんだっていうのをものすごくこう説明してたの。
だからここに来た人たちにもそれを散々話したんです。釣れた一匹じゃなくて自分で狙って釣った一匹を作り出す楽しさ、これをやっぱりね身につけた方が絶対面白いよって話してたんですね。でヒロイズムっていうのはそんなところから始まって、もう極限を常にこう追っかけていきましたので、今ここにある最新の最先端のロッド、僕が30年以上55という形で5フィート5インチ、これが絶対使いやすいんだっていうのを騒いでた中で、自分の新作のロッドをそこからさらに3インチ詰めて5フィート2インチっていうロッドを作り上げたんですね。でそれがこのロッドなんです。で多くの人が疑問を持たれて、内藤さん、世の中はみんな長い方向に行ってるのになんで短いんですかっていう人がいる。多くの場合何をしたいかによるんですよ。例えばスプリットショットみたいな軽いものを投げてね、魚のサイズはどうでもいいけども、とりあえずこんなのでもいいから釣りたいんだっていう人にとっては、距離を投げる必要性が出てくるから、ロングロッドっていうのはそれは使いやすいと思う。でも僕はそこにね、個人的に魅力を感じたことがなかったんですね。こんな言い方すると語弊が出るんだけど、僕自身もアラバマリグ、アンブレラリグって言われるあのリグ、使ったこともあります。だけど、一匹釣って、うん、もういいやと思ったの。なぜかっていうと、釣りが僕にとっては楽しさが半減しちゃってるの。頑張ってやってたらそのうちでかいのが来るよっていうのは分からなくはない。でもあまりにも何もしないでずーっと巻いてるだけじゃない。僕の中ではやっぱ嫌なんだ。で、僕がやりたいバス釣りってのはそうじゃなくて、果敢に攻めてってルアーの動かしを変えたり、何かを変える変化点を作ることによって、それでストライクを作り出すっていうスタイルが僕は好きなの。で、正直にね、僕が熱くなったのはこれの世界なんですね。1978年に僕がアメリカに行った時、僕のバス釣りは、いいルアーを探せば、あとはそれ投げてれば釣れると思ってた自分も確かにいたんです。で、それをね、完全に打ちのめされて、いやいや、ルアーを使うっていうのはそんな生優しいものじゃない。で、ルアーの面白さに見せられて、僕はアメリカの釣り業界に飛び込んじゃったんですね。実は当時の僕は釣りで仕事はしたくないと思ってた。なぜかっていうと、とことん釣りが好きだったから、それを仕事にして嫌いになっちゃったら困るなって思ってた自分がいたのよ。結論から言います。僕は釣り具業界にずーっと入ってて、一日たりともつまんないと思った日はなかった。それどころか、いくらやりてもやり足りなかったもんね。そのぐらい奥が深いのもルアーの世界だと思うんです。で、ともかく、僕はルアーのことを学べば学ぶほど、自分のやってた釣りがあまりにもルアーという、本当の意味でのルアーを使い切るというところからは離れすぎてるなと思ってた。で、どこでそれを痛感させられたかっていうと、僕はバス釣りを始めて今で言うと50年以上やってるんですね。そんだけバス釣りをやってくると、いやいや、ルアーは本物なんかに似てなくたって食うよって自信を持って言い切れるんです。だけどジェームス・ヘドンという人は世の中で初めてプラグをこの世に送り出した人。その人はプラグを最初に出した時に、これが私のルアーですって世の中に出した時にね、なんと似ても似つかぬこんな格好してたわけ。スロープノーズという、これが1902年にジェームス・ヘドンが初めて世の中に送り出したプラグなの。僕はね、不思議でしょうがなかったのは、1850年過ぎくらいからヘドン一族の皆さんはフィッシュディコイって言って、こんなでっかい魚の置物をいっぱい作ってんだよ。で、これは単なる飾りじゃなくて、背中にね、藍がついてて、そこにラインを結んで、ボートの周りからいっぱい沈めるの。そうすると、ちゃんとバランスが取れてて、こうやって水平になるのよ、水の中で。沈んでてね。そうすると、遠くからいる魚が、例えばパイクとかは、おお、あそこにベイトフィッシュがいるって寄ってくるわけ。だけど本物じゃないでしょ？そこに本物の餌を落として、その寄ってくるパイクを釣ったり、
魚も安心できるようにいっぱい吊るしておくわけ。そあそこにいっぱい魚がいるってこう寄ってくるから。寄ってくる魚を釣ってたの。で、それがね、このぐらいの大きさなわけよ。今のビッグベイトと比べたら全然大きくないじゃない。愛はついてんのよ。ラインを結ぶための。なんでこれにフックを つけなかったんだろうっていうのは僕は未だに不思議なの。でも、1900年より前、今から123年以上前のプラグを探そうと思うと、まず見つからないから。誰も作ってなかった。で、それが1902年、ジェームス・ヘドンがこれが私の作ったルアーなんですって出したのが、スロープノーズのこのタイプだった。大きさはこれとは違って、もうちょっと大きいやつ、ちっちゃいやつもあったんだけど、最初に出たのはこれより大きかったんですね。で、僕がね、かっこいい、すごいと思ったのは、その時に出した、紹介したルアーが、たった1個。このルアーだけなの。で、その時のカラーがたった1色だったの。で、さすがにね、皆さんそのカラーを求める人が多いんで、ここにも売り切れで多分ないんだと思うんですけど、ブルーヘッド。ブルーヘッドの目玉もついてね、後ろがホワイト。その一色だけなのよ。これが私の作り上げたルアーです。で、そのカタログの中に彼が自信を持って書き綴った言葉があった。僕はそれが大好きで、それが僕の釣り人生を変えたって言っても間違いじゃないんだけども、なんて書いてあるかっていうと、ルアーの外観、外側の見た目ですよね。これを本物の池江さんに似せても得るものはないって言い切ったんだよ。初めてプラグを作った人よ。その人がそれを言い切るっていうのは僕はすごいなと思ったんだよ。でも、ヘドンの足跡を調べると、1892年ぐらいに実はある出来事があるんですね。それが有名なオールドミルポンドっていう池のほとりで友達を待ってる間に時間つぶしにこうやってナイフで木を削ってて、友達が会社が終わって出てくるっていうんで立ち上がって、木切れの残りをポーンって水に捨てた時にドンってバスが出て、あ、これにフックつけたら釣れるじゃんっていうプラグのアイデアを思いついたと言われる逸話なんですね。この逸話ができた直後、ポッパーみたいな、単なるワインのコルクみたいなやつの周りにフックを4本ネジで留めて針金で縛っただけなんです。で、塗ってある色は半分から上がグリーン、下が白で、緑側は黒い点がいっぱい書いてあるんですね。これ何だと思いますって言ったら、ほとんどの人が変えるって言うと思う。ヘドンも当然水の中に何かが飛び込んで、それがバスが食うっていうのは、カエルが散々飛び込んで食われてるのは目にしてますからね。当然ライブベイトの世界では、もうカエルにつけるハーネスなんて売ってたの。だから当然、水に飛び込んで食うんだったらカエルの色をつけときゃ間違いないだろうってヘドンはカエルの色をつけたんだと思うんですね。で、記録には残ってないけど、大して釣れてなかったんだと思うんです。で、その直後に作り出したものの有名な一つが、かのヘドンフログって言われる木でついてきたこのぐらいのフログなんですね。で、見た目はもうカエルそっくりだから。誰が見たって、あ、これカエルをイメージしたなってすぐわかるんです。でも、そこに自信があったらば、ヘドンは間違いなく会社の最初のルアーはそれを作って売りに出してるはずなんですね。ところがね、1897年ぐらいに、このスロープノーズの金属板じゃなくて、金属の襟巻きじゃなくて、この襟巻きがウッドでできてるやつのプロトタイプを初めて世の中にというか、彼の中で作り出すんです。で、それを進化させて、金属になったやつを、初めて1902年に、ヘドン社の第1号ルアーとして送り出してきたんですね。で、そんなかっこいいメッセージを書いてくれたでしょ？僕はそれを読んだときに、僕がやりたいバス釣りはこれなんだと思った。で、1902年、ヘドンが出した直後、ルアー界はもう二つに分かれてたの。一つはヘドンのアイデアのように、外観を本物に似せる必要はないって考えるグループ。もう一つは、いやいや、絶対外観はね、ナチュラル系にしといた方が食うよって人たち。どっちも間違ってはいないんですよ。でも、釣り師として何をやりたいか。
で、多くの釣り師は、リアル系が釣れ出すと、やっぱこっちだよねってフラフラフラとこう行くわけ。そのうちヘドンがまた違う機能を持ったプラグを出して、こんなことでヘドンのプラグはこんなに釣れるじゃんって言うと、またフラフラフラってこっち来るわけ。で、それの繰り返しなんですね。で、僕はね、自信を持って言わせていただきますけど、自分の中の信念をどこに持つか、どう持つか、これによってね、ルアーの世界も大きく変わるんですね。だからそこでさっき言った釣り人とアングラーの違いが明確に出てきちゃうんです。アングラーは自分でその理由を考えていくから、なぜという部分を考えて、自分に足りないものを探して、釣れるルアーに作り上げていくことができちゃうんですね。釣り人はできないんです。だからこそ皆さんが自分でどっちになりたいかによって自分のスタイルを決める必要があると僕は思ってるんですね。僕もバスプロの釣りとかを散々見させていただきました。で、それを記事に書いたことも ものすごくあります。自分でもすごいなぁと思ってそれを自分のものにするため一生懸命いろんなことを取り込んだことももちろんある。でもね、僕は来てくれる人に毎回言うんだけども、僕の話を聞いて、頭で理解できてね、そうだよなって思ってくれても、それで身についたと思ったら大きな間違いなんです。一つだけやっておくことがあるんです。それは、一度自分で試してみるということなんですね。経験ってものすごい大事なんです。いや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 、ありがとうございます。じゃあ、せっかくだからこっちでいい。はい、すいません。写真を。はい、はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。はい、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 ヒロさんの動画を見て、ポップ R を注文したやつを作ってみましたんで。そうなんだ。はい、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 ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、大丈夫だ。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。ごめん、これいくつだっけ ?9 だよね。9です。忘れちゃうからです。いや、ありがとうございます。熊谷最後の受講者です。うわぁ、もう23年前のやつ。はい、うわ、嬉しい。大井さんの時に。嬉しい。懐かしいでしょ。懐かしい。これ大事番組持ってます。あ、そう。じゃあ反対側に入れようか、今日の。スロープノーズ。スロープノーズ？いいよ、もう喜んで。これだよね、やっぱね。でもね、このお店って本当僕にとって特別だったの。はい。いいですか？うん、もう喜んで。森さん。はい、いただきます。